平野紫仕様のぽっちゃり好きアピールに迫る謎の女性タレントとのエピソード解明。日本の人気俳優であり、元キング・アンドプスのメンバーである平野仕様が、最近 SNS へでぽっちゃり好きアピールを連発していることが話題になっています。彼がストーリーズ機能を活用してファンから寄せられた質問に答え、その中で明かされたエピソードが注目を集めています。 この記事では、平野仕様のポッチャリすきに焦点を当て、彼が胸にダイブした女性タレントに迫ります。平野仕様の SNS 活動とファンへのアピール平野仕様は、滝沢秀明氏が率いるアーティストプロデュース会社トベのタレントとして芸能活動を再開し、7月になると個人のインスタグラムアカウントを開設。以降、ファンから寄せられた質問に積極的に回答しています。 彼が最も注目を集めたのは、ぽっちゃり好きであることを公言したエピソード。質問に答えながら、彼は胸キュンワードを連発し、ファンを楽しませています。その中で、私ガリガリやねん。あかんやんな、というファンの質問に、大丈夫。俺がぽっちャりにしてあげるよ。何食べたいの何がいい何が好きラーメンお肉 と返答し注目を浴びました。過去の告白とテレビ出演でのぽっちゃり好きアピール平野仕様がぽっちゃり好きであることは以前からの彼の告白やテレビ出演で浮き彫りになっています。2019年3月17日に放送されたトーク番組オシャレイズムではぽっちゃりした女性が好きと公言。さらにお笑いコンビおかずクラブの UEP を憧れの女性。 とし、彼女の胸にライブする場面が放送され、話題となりました。SNS 上でも同様で、ファンからの質問に、ぽっちゃり好きとの問いかけには、大好きと返答しており、その姿勢が多くのファンに支持されています。平野紫耀のぽっちゃり好きエピソード解説1、おじさん友達との絆質問に答える中で平野は、今一番好きな先輩は誰ですか との問いに、大使おじさん友達、と年上の友人を、あげあの人たちがいなかったらちゃんと発散できていないと思うし、あの人たちがいたから音を切り替えられて仕事も千年できてる、よ。と、説明。彼の芸能活動における心の支えが垣間見えます。2ピアスに対するスタンス、リップピアス分けてる女どう思う という質問には俺は全然ピアス開いてようが全然気にしないとの返答があり彼の寛容な考え方が垣間見られました。3. ファンとのコミュニケーション一度は夜用事があるなら今日はすぐ終わっちゃうの、と回答タイムが短いことを予告していた平野が悲しむファンに対しなるべくギリまで一緒にいよう、と返答を。 彼のファンに対するサービス精神やコミュニケーション能力が浮き彫りになっています。平野紫仕様のぽっちゃり好きに対するファンの反応彼の SNS 上でのぽっちゃり好きアピールに対してファンからは喜びの声が上がっています。その中には、なんなのこの彼氏感。最高。やあれ私、仕様君の彼女だったっけといったコメントが見られ。 彼の率直な姿勢がファンに愛されていることがわかります。平野紫耀が SNS へで披露しているぽっちゃり好きアピールは彼の率直でフレンドリーな性格を反映しています。これまでのテレビ出演やファンとのコミュニケーションを通じて彼のぽっちゃり好きは単なるジョーク以上のものであり、ファンとの距離を縮める手段となっています。 今後も平野市用の SNS がぽっちゃり関連の質問で賑わいそうな予感があります。彼のファンとの交流が今後どのような展開を見せるのか注目が集まります。